ねえ、いいね、大越さんね。ハマったね。この機体いいね。ハイフっぽくなってきたから、さっきと逆でね、はい、この発電機の方から吹いていくんですよ。あ、風がある。うん。こっち側旋回の方がね、はい、今山旋回の方が規則が乗るんですね。逆ってことですか？うん。そういう風に飛んでるでしょ、今。自然にそういう飛んだでしょ。そう、今ハイフなんですよ。ユッフー、すごい、午前中と同じ人とは信じられないね。後ろですよ。ハイフですよ。おお、上がってる上がってる。なんかいつもと同じに首が疲れてきたね。待って待って待って。スロープじゃねえよこれ。もう終わるよね。下ろそう。下ろします田中さん。え、ループしながら少し遊びながら下ろす。いや、俺先下ろしますよ。一回で下ろして。ああ、いっぱい飛んでる。4機も飛んでるよ。ああ、ちょっと痛そうな音。いや、全然前のサーマルが出てこないね。うん。いずれ出てきますか。でしょう。いや、向こうにいるとかすかには出てると思ったけど、ここ来たら丸きり後ろだもんね。シャドウならいけるかもしれません。いやいやいや、シャドウはいいんだろうけど、私の腕がダメだよ、ついてからはぁ、ふわふわ系統いけてるね。ちょっと前、ついでにちょっと見てもらえませんか。前のちょっと低いところ、目線の高さで。サーマルやっぱ多少出てるんだね。本領も後ろですもんね。うん、とりあえずちょっと投げるだけ投げてみるか。サーマルが頭の上です。うん、頭の上でいいよ。あの高さまで出るのが大変だよね。そうだよね。うん、これで持ってくのか。ピューンって回ってくれればいいけど、回ってくんないもんでね。やっぱりいまいちなんですね。行って帰ってこよう。ただ古いやつね。まあ今はもう JK でこんな浮いてるなんかないですもんね。今はもう J はみんな殺してるだもんね。はい。もうそれだけでもう年代が分かっちゃうという。これも古いよね。もう古いですよね。出します。下の方が後ろ。
粘ってる粘ってる、うん、でもない、全然動かない、よっおっ、あったあったあった、あったうち入んないでしょこれ、あったあったこれカスですよ、誰かが使った残り、残りじゃない、あったあったあった、探しましょうか、ほら上がってるよ、上がってる上がってる、もうさすがはシャドウ、あ、もっと、あ、もっと、もっと左、もっと奥、奥、奥、奥にあります、ここ行くまでにちょっと ここにせっかくあれや使わないと、ここに、ここにある、ここにほらでかいのが、うん、寄ってきた寄ってきた、これもっともっと奥、これ端っこですから、ねえ、だって元の高さに戻らないもん、うん、右の谷は右の谷今誰も使ってないですよね、右の方いいかもしれない、もうあそこはもう死んでる、足が短いからねこっち来ないと見えないんですよ、前がダメだもんな、木の高さまで落ちないんだよな、これうん、谷が全然死んでる、帰ってこない帰ってこない帰ってこないダメだこれ、木の下まで落としたけど帰ってこないもん、だね。どうかな。おもう完全に後ろから考えてるもん、うん、ここに立ってるのね、ねえ、フォローの中で飛んでるもん、DS でもないもん、境界層があの辺にできてるんですよ、見てわかります、 いつもの感覚で、いつもの感覚だけどもあの辺に境界層があるんですよ、ちょうどだから発電機の羽を結んだあたり、あの上にあたりです、いつも境界層が出んの、うん、そうするとあそこまで持っていくとくるくるっといけんの、あのちょっと雲が黒、あの厚いところ、ええ、そうあたりですね、そう、まあ、なんとか高度は理解できた、ね、おすごい上がったホロホロだったもんね、あ今でもすごいな、シャドウは。いいでしょ、うん、売りますよ、プレミアム付きで。はい。